皆さんこんにちは。自由民主党の江藤誠一郎です。私は大分県の出身で、29歳の時、全国最年少の大分県玖珠町町長を6年間務めました。その後、国会議員として30年余り、党本清掃、一生懸命頑張っています。私はかねてから衆議院と参議院を統合して、衆議院と参議院を合併して一つの国会にすべき、こういうことで頑張っています。と申しますのも、我が国は衆議院で20時間審議をし議決をしたものを、また参議院で20時間審議をし議決をし、万が一参議院が否決をしたり修正をすると、それを60日後にもう一度衆議院に戻して再議決する。出席議員の3分の2以上で再議決をしなければ法律が成立しない、こういうケースもあります。これでは国政が混乱しますし、随分と時間がかかってしまいます。実は戦後、ニュージーランドやデンマークやスウェーデンも2つある国会を一院制にしました。理由は今私が申し上げたようなことです。2つの国会の混乱、2つの国会が行き詰まった、そこでそれぞれの国ではやはり国益を考えたときに、あるいは国の在り方を考えたときに一つでいいのではないかということで一院制になったのです。実は一院制の国会があります。これは平成15年の5月15日にできたんですが、私はその呼びかけ人、発起人の代表でして、その議員連盟の会長です。衆議院と参議院を統合して一つの国会にする、また自由民主党だけで150人の同じような議員連盟があります。衆議院と参議院を合併して一つの国会にする、その議員連盟の会長も私、江藤誠一郎が務めています。歴代の内閣総理大臣、自由民主党総裁の経験者の方が全員この議員連盟の役員に入っていらっしゃいます。実は来年の5月18日から私たちは憲法改正の手続きが取れることになります。2年前安倍内閣の時にできました憲法改正手続き法律案、これが3年間の経過措置が終わりまして、来年の5月18日から施行されます。私たちは来年の5月18日には憲法第42条、国会は衆議院と参議院で構成される、この憲法42条を改正して、国会は一院制である、国会議員の定数は500人以下である、そういう憲法改正の手続きを取りたい、このように思っています。国を立て直すために、日本をもっと元気よくするために、また言うまでもありませんが、日本の将来を担って立つ子どもたちのためにも、また都市だけではなく地方の真の豊かな日本を作るためにも、私はまず国権の最高機関である国会の立て直し、国会の改革が大事だと思っています。これからも皆さんと一緒になりまして、衆議院と参議院を合併して一つの国会にして、500人以下の定数を持つスピードのある、効率のいい、そして国民の多くの人がもっともっと国会に対する信頼と期待感を高めていくような、そういう国会を作ろうではありませんか。私は30年間の国会議員の経験、6年間の大分県玖珠町長の地方の行政政治を踏まえてきた、そういう立場からして、また参議院議員を6年間経験した国会議員として、また衆議院議員を25年間経験した国会議員として、ぜひ衆議院と参議院を統合する、衆議院と参議院を合併して一つの国会にして、元気の
活力の、そして日本を立て直すために国会改革に全力を挙げていきたいと思います。皆さんと一緒にスクラムを組んでいこうではありませんか。大分の江藤誠一郎です。